皆さんこんにちは、こんばんは。体思想加工の姿勢です。今日はですね、姿勢についてお話をしていきたいと思います。姿勢、姿勢がいい、姿勢が悪いと言いますが、今この彼ですね、あまり良い姿勢ではないです背中がまっすぐになってきている。本来はですね、私たちの姿勢というのはこうやって四つ足になっていて、ここが、カーブになって、ここが飛び出して、ここがカーブになっているというのが良い姿勢なので、立った時にこう S 字を描く形になるのが良い姿勢なわけですね。姿勢が悪いなって言われるほど猫背になって、ストレートネックになってですね、腰の反りもなくなって、地面に対して限りなく垂直になっていく。正しくは良い姿勢、体まっすぐねっていうのはこう S 字を描いてるということになるんですが、なぜ S 字を描いていると良いかというとですね、私たちはまあ四つ足の状態からこうやって立ち上がります。で、この状態であれば、例えばこう赤ちゃんもこういうふうにしてここでゆりかごのような形になってるんですけれども、こうなってくるとですね、こう下に圧迫されるようになる。ですから良い姿勢というのは S 字になっている体のことを言います。で、その姿勢になるとですね、何が良いかというと、この骨盤の上に肩甲骨が乗っかる、肩甲骨の上に頭骨が乗っかるという形になるんですね。私がちょっと実践してみますが、この骨盤、お尻の上に肩甲骨が乗る、肩甲骨の上に頭骨が乗ると背骨がまっすぐで、どこにも負担がかかってこない。ところがこうなってくるとかえってですね、折れ曲がってるところがこう負担になるんですね。釣竿をこうやってまっすぐ立ててると負担にならないですが、こうやってやるとこう反って重くなるのと同じように、猫背になればなるほど背中や胸、首に負担がかかってきます。なのでできるだけ骨盤をまっすぐにして、骨盤の上に肩甲骨が乗って、肩甲骨の上に後頭骨が乗るというような形をすると、体に負担なく背中がまっすぐになる。で、常々ですね、私は正座の効用といって、正座をすると体にいいということを、提唱しているんですけれども、日本人の、最大の秘密兵器が正座であったと。その正座がしなくなることによって、日本人力が低下していると思っているんですね。なぜ正座をするといいかというと、正座をすると骨盤が揃って背中がまっすぐになるからなんです。で、骨盤がこう袴のように帯のようにこう締めることによって、よりここが強固になりますね。これが緩んでると背骨がグラグラしますが、これはしっかりしているとこうグラグラしなくなる。それと同じように骨盤がこう締まってくると、骨盤が締まることによって安定してですね、こう背骨がシャキッとするわけですね。これが緩んでるともうフラフラしちゃう。なので、正座をするということで背中がまっすぐになりやすい。そして、骨盤の上に肩甲骨の上に後頭骨が乗るので、体に負担がかかってこない。そしてこの背骨というのはですね、何よりも、私から見ると骨というよりも、その一個一個コンピューターがこう配列しているように見えるんですね。一個折れただけでもこう麻痺してしまったりします。なので背骨というのはですね、もう本当に神経系、呼吸器系、生殖器系、心理、もうありとあらゆる筋肉の動き絡んできます。それがこう負担なくまっすぐになるってことは、自分の力をこう最大限に発揮するっていうことになります。で、日本人というのは機能的である、それから美しい、健康的であるという、この3点を網羅している動きを求めていたんですね。これは美しいけど不健康だとか、美しいけど、機能的でないっていうのはダメなわけです。機能的で美しく健康的である、そういうふうに考えると、この背骨をまっすぐにしていくことによって体に負担をかけない、
健康的であり、そして背骨の能力を発揮するということで機能的である、そして姿勢も美しいという、その3つを網羅しているわけです。なのでできるだけこう骨盤を整え、そしてまっすぐにするということが大事になりますが、このお尻をですね、正座をするときにこう普通にこうやって座ってしまうとこう腰が曲がってきちゃうので、このお尻の皮をですねこう持ち上げて座る。これは私のまあ先輩だった金井正三先生が提唱してたんですけど、このお尻の皮を座って持ち上げてこうやって座ると背中が入る、腰が入るようになります。そして、肘をですね前に持ってくるというよりも肘を後ろに持ってくる。そうすると肩が後ろに行きます。現代人はほとんどこの肩がですね巻き肩っていってこう前にあるんですね。この肘をこの脇にこの鼠径部のところに持ってくることによって肘が体の後ろに行くことで肩が後ろに行きます。そして、顎を引くんですけど、こう顎を引くときにですねこうギュッとこう引いてしまうとしんどいので、このちょうど頭のてっぺんのちょっと後ろ、こことですね肛門、お尻の穴がこうつながるようにしていくと自然に顎が引けてきます。これがつないでないのにこう顎を引くとこれ苦しいんですね。ですから頭のてっぺんよりちょっと後ろ、まあ私たちは頭部第三という呼んでる場所なんですが、この頭部第三という場所とお尻の穴がこう一本の線でつながるようにしていく。まあこの背骨でいうとですねちょうどこのお尻の穴とこのここがまっすぐつながることによって背骨がさらにまっすぐになってくるんですね。よくヨガなどでクンダリーニヨガとかっていうその尾骨から、頭にこうやって上げていくと、まあ、いろんな力を発揮するっていうふうに言われていますが、肛門と頭部第三をこうつなぐということもそれと同じような効果が出てきます。何よりもその背骨、本来持っている背骨の力をこう発揮しやすくなるので、ぜひやっていただければと思います。それでは実際にですねその腰を入れる、肩甲骨を後ろに向ける、それから首をまっすぐにするっていう、ワークを少し紹介したいと思います。それではまず腰の反りについて行っていきたいと思うんですが、猫背になっていく、まあ、猫背って背中が丸くなるって言いますが、こう腰が丸くなるのはなぜ丸くなるかっていうとですね、まあ、大体3つあります。1つはですね、食べ過ぎ、食べるっていうのは、この胸椎789というこの背中がこう飛び出してくるんですね、食べ過ぎると。ですから正座で食べる利点というのはですね、さっきやったようにお尻を持ち上げて腰を反らして食べてるとだんだんこう背中が丸くなってきて、この姿勢が圧迫される、姿勢が崩れるなっていうともう食欲を抑えちゃうんですね。まあ、それはまあ腹八分っていうんですが、あぐらで食べたり椅子で食べるとですねこうやって食べてしまうので、まあ、こんだけたくさん入っちゃうわけですね、入ってしまう。そうすると体にとって、まあ、必要以上に食べるものが増えてくると腰が曲がってくる。それからですね、目の使いすぎ、まあ、これは本当に今パソコンでねずっとこうやって仕事してる人も多いと思いますし、スマホをじっとこう見てる人も多いと思うんで背中が曲がってくるんですね。もう一つはまあ運動系です。腕を使いすぎたりとか、転んだ時の形が残るとか、そういうことでこう猫背になっていってしまう。でそれをまあ、修正していく体操としては食べ過ぎ体操、これはまあ腰の強化体操という名前なんですが、腰をこう鍛える体操なんですね。まずこれをやってみます。正座になって仰向けになりますね。
で、この時に足が浮かないようにできるだけ床につけていきます。そうすると今度ここが浮き上がってきますので、ここも浮かないように気をつける。で、まずこれが、できるかどうかですね。きつい人はお布団の上で、布団を丸めながら練習するといいと思います。そしてですね、人差し指、これ触指と言います。人差し指を伸ばす、伸ばして、足をですね、こう開いた足を締めていきます。ゆーっと。それと同時に腕を伸ばしていきます。ポッと緩める。大体3回くらい、食べ過ぎるとここが突っ張ってきますので、まあ、ここも伸ばしていく一つの体操でもあります。で、これがですね、きつい人はですね、腕立て伏せのような格好をしますね。この時に足を外に向けます。進化トレーニングの一つなんですけど、こういう格好になって、そして左右運動、ねじれ運動、最後は前後運動ですね。前後運動、左右運動、ねじれ運動、前後運動。この3つを行っておくと腰が伸びてくるので大事です。まあ女性も男性も大事なんですが、特に男性の場合はですね、今の進化トレーニングの腕立て体勢で、腰を強化しておかないと、こう勢力が落ちてきて、まあ、生きる意欲っていうのがなくなってくるので、よくやられるといいかなと思います。まあ、それだけ食べるということは性に関係があるんですが、食べ過ぎるとそちらの方にウエイトを置いてしまって体が重くなってしまってですね、その積極的に動けなくなるので、まあ、そこは注意されるといいかなと思います。で、2つ目は肩甲骨。これは指を組んで反らします。このまま前に持っていく。左右に揺さぶる、前後に揺さぶる、左右に揺さぶる、前後に揺さぶる。そうすると肩が後ろの方に来ます。3つ目、首をこうまっすぐにする方向ですね。まあ今腰、肩甲骨がこう乗っかってきてますけど、頭骨を乗っけたいんですが、片方がですね、ちょうどお尻の真逆になりますね。頭部第三という場所、それからこうお尻の穴、肛門をこうまっすぐにつないでいくように意識します。地でお困りの人はですね、この頭のてっぺんよりちょっと後ろ、まあてっぺんで百会なんですが、百会っていうのは永遠に関係します。肛門はちょっと後ろですね。ここが急所です。ここをこうやって開いておくとお尻が楽になってくる。で、ちょっと右の後ろあたりに、急所があります。そこをずっと押さえておくと、地が収まってくる。地というのはですね、心臓に関係あるんですね。で、ここも心臓に関係あります。我慢してたりするとこういうところが飛び出してくるんですけど、心臓の
負担を防ぐために、まあ、肛門から出血するっていうことを人間は行うので、まあ、心臓にこうずっと手を当ててあげる、温めてあげたりとか、この頭のてっぺんよりちょっと下、頭部第三というところを開いてあげたりとかで、ちょうどこの肛門の例えば切れてるところとかに対応するところは感応しますので、そことこうじーっとこうやって合わせてるとだんだんお尻が正常に戻ってきます。以上の3つのワーク、骨盤、腰の反り、それから胸の開き、それから、首をまっすぐにしていくということですね。その3つを整えるワーク、ぜひやってみていただければと思います。